福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを、打順は4番バティスタ。ヒットでランナーを一塁に置いています。厳しいところに決まりました。ストライクです。スピードボールを持っています。変化球から7番バッター柳田、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。バッターセカンド取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2番バッター渡辺、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。スライダーできました。あっという間に2ストライクです。ここは落としてきました。ファウルになります。見逃し三振。今日は見事な完封で白星を挙げました。